ありがとうございます。ちょっと今日はね、双子の金髪を千葉に置いてきてしまいました。あ、改めまして会場にお集まりの皆さん、こんにちは。第1回宇都宮よさこい祭り開催、誠におめでとうございます。おめでとうございます。はい、時間がすごい、皆さんチームがすごい礼儀正しく巻いておるということで、時間たっぷり使っていいよって言われたので、千葉県から来ましたからね、せっかくですから、何もないんですけどね、落花生ぐらいしか。千葉市、皆さん知ってますか？知ってる人？あ、すごい、当たり前ですね、千葉県知ってますよね。馬鹿にしてしまいました。ぜひ、千葉県にもたくさんのよさこいチームがありまして、よさこいの祭りもたくさんありますので、地震はちょっと心配ですが、お集まりいただければなと思います。紹介にもありましたように、私たち永遠のテーマは愛と勇気。一人でも多くの人に温かさ、勇ましさ、優しさを伝えるためにこのよさこいをやっております。今日見に来てくださった方々の心に少しでも温かさ、勇ましさ、優しさが届けばいいなと思います。精一杯演舞させていただきます。ご声どうぞ。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。Yeah!
20年間の間には本当に様々なことがありました。それでも申し出を続けてくれたのは皆様方の温かいご支援のおかげです。感謝を込めて、はいはいはい、これからも宇都宮よさこい祭りまだまだのご繁栄ご発展をお祈り申し上げております。本日は温かいご声援ありがとうございました。どうもありがとうございました。新年の皆さんありがとうございました。今、たばたかのような演奏です。